メンタルケアの本にこんなことが書かれてたんですが、牧師はメンタルを病むことが多いと。いやいやね、まあ私牧師業もやってるんですけど、牧師業変なら牧師もやってるんですけど、ね、よく神父さんとか、ね、言われたりするんですけど、柔道でもねお坊さんもいるんですけど、私は牧師をしてるみたいなね、なんかすごい面白いんですけど、なのでまあでも別に全然なんか普通にこの人清い人みたいな感じではなく、まあ和気あいあいとはもちろんやってるんですけどね、とはいえ牧師って他の人の悩み聞いたりするんですよ。だからまあそんなねメンタル病んだりすることないんじゃないかみたいなイメージがあるかもしれないんですけど、実際ね精神科の医師も精神病む人が多いみたいなんですよ。やっぱね影響を受けやすいってこともあるみたいですね。精神的な負担が大きい、まあそんな職業の一つかもしれません。でこの牧師がね病みやすい理由っていうのがあるらしいんですよ。まあこれねある本に書いてあったんですよ。一つはね達成感を得にくいっていうことなんですよ。でまあこの教会って、まあ、人が集まって礼拝とかねしますけど、その成長してるとか組織化とか健全化っていうのはねなんかね数値化しにくいんですよ。でも会社とかだったら売上が上がったとか利益率上がったとかこう数字で見えるじゃないですか。教会ってなんかねそれが見えにくい場所ではあるんですよ。あとはですねいろいろこう問題を抱えた人とかね、こう問題が起こってその解決に忙殺される、まあそういうことも結構あるんですよ。ですからなんかゴールのないマラソンを走っているようなものらしいんですね。で特にですねこの説教ね、その準備がね大変なんですよ。で例えば話し家とか漫才師っていうのはいくつかのネタを繰り返しこう披露していくんですね。でまあそれをこう改良しながら少しずつ増やしていくみたいな。でまあ M1 とかあるじゃないですか、ああいうのもそういうのを使ってここでドンって出すみたいなのがあるんですけど、牧師ってね毎週ね聴衆は同じなんですよ。最低でも年にね40から50回新しい説教を作って語らないとねダメなんですよ。なんかアップデートもなかなかできないんですよね。先週と同じやみたいになるからそれできないっていうね。でそれが毎週のねこの礼拝って言われるものだけじゃなくて週の半ばにもまあ祈祷会とかってあったりするんですけど、そういうのでこう喋ったりとかするともう本当にねどんどんその数は増えていくんですよ。で大体どれぐらいの文字数をそういう説教のになるかっていうとですね大体1万字なんですって。1万字を超える新作の原稿をね書く作業がいるんですよ。でまあその私がね読んだその本の著者っていうのは25年間説教を続けてるんですけど、まあ、これ野球に例えてますけどね、ヒットが月に1本出ればいいみたいです。ホームランはまだね生み出せてないって言うんですよ。すっげえ自分に厳しいなこの人って思いましたけど、僕はもうね何本かねホームラン打ったんちゃうかなって勝手に思ってるんですけど、あかんかんねもうそんなこと言ったら高慢になりますからダメなんですけど、で特にねクリスマスとかイースターとか毎年来るイベント、これね大変同じテーマじゃないですか。で毎年違う角度からなんか新鮮な驚きを持って語らないとダメなんですよ。ダメじゃないんですけどね。だからもうねその準備って大げさなんですけど、エベレストに登ってるような気持ちになるんですよね。でこのエベレストは毎年高くなっていくんですよ。だからやっぱ去年より良かったって言われたいじゃないですか。去年の方が良かったなーとかね言われたり、他例えば今もう YouTube とかいろんな牧師の話流れてるんですよ。だからなんかそれと比べられて、あうちも牧師あかんやんみたいになったりとかね、心がってなったりするわけですよ。まあそういう苦労があると、まあ、しかしね2000年以上教会ではそういう説教がね語り続けられている。これはねすげえなと本当にね思いますね。でもメッセージってそんな何て言うの説教の内容って変わらないですよ。2000年前と僕らが今話していることって一度ねどんなところなのか、牧師がどんな話しているのか聞きに行ってみてはいかがでしょうか。そこではねゴスペルミュージックも聞けます。希望を持って頑張っていきたいなと思います。